はい。皆さん、こんにちは。レクセニコースの赤木です。えー、それでは、令和4年予備試験の分析会ですね。えー、商法とミニソ商法の、えー、の解説ですね、始めていきたいと思います。えー、と、まあ、お手元にですね、レジュメが、まあ、あるかなと思いますけれども、えー、一応、私のね、え解説については、初見で、まあ、どこまでね、え考えていくかというね、え初見で解いたとしては、まあ、どういうふうな思考を辿って、まあ、一定の水準からね、えー、あたりをどうやって目指すかという、まあ、そのあたりの話をね、中心にやっていきたいなというふうに思っております。ただ、ま、あね、商法とミニソ商法ね、え受験生の全体のレベルからするとね、まあ、なかなか今年の 問問題は難問だったかかなというかまあ、あの、どんな問題出ても、商法についてはね、毎年、例年ね、言ってるところでありますけども、まあ、条文から出発して、ね、文言に即して考えていくというね、えー、まあ、民法の問題の解き方であるね、えー、当事者の主張、その要件検討、ね、えー、そこがしっかりと、まあ、商法においても出、ね、てきたかどうかというところはすごく大事になってくるでしょうし、まあ、民事訴訟法に関してはね、基本的な原理原則というのを使えるように正しくインプットしてるかっていうね、 そこがすごく鍵になるところかなと思います。まあ、今年の問題、なかなかいい問題でね、なっておりますんで、まあ、その、民ミリソ処方で、えー、そこの方では、まあ、ちょっとこうね、私なりのま、答案なんかもね、えー、ちょっと今回のところはレジュメに、えー、閉じさせていただいてますけれども、ま、あの、基本概念というのね、使えるようにインプットするというね、えー、ちょっとま、民訴法苦手だなという方はね、今後意識してもらえたらいいかなというふうに思っております。はい、えー、早速ですが、処方と民訴法をね、合わせて1時間ということで、まあ、30分30分でね、え、現場思考の方をちょっと、え、皆さんに紹介していきたいなと思います。 はいえー、まず、商法の方ですね、えー、問題から確認していきますと、まあ、本件訴え、例、えー、の立場で考えられる主張とその逃避という、ねえー、書いてありますね、えー、商法の問題、えー、まずは問いが一、えー、つ目ですね、例の立場で、えー、考えられる主張と逃避と。 ま、いうことでありますけれども、まあ、とにかく条文に乗っけて要件検討するというね、えー、そこが出発点です。で、訴えとありますんで、まあ、訴えに関する訴訟要件、それから本案要件、一応念頭にはね、置いといてもらったらいいかなと。えー、両方ですね、え、訴訟要件と本案要件、問題見るだけではね、え、制限かかってませんので、両方検討するかもなというね、そういう意識を持っといてください。はい。え、続けて問いの2、え、今度は被告である A ら、え、提訴請求は適法とは言えず、訴えは不適法であるというね、そういうふうに言っておりまして、提訴請求 の適法性ですねでこれが訴え適法か、エイラの主張を踏まえてと、はい、この時点で提訴請求の問題ですので、条文番号まで特定可能です。 この時点で提訴請求の適法性ということで386条2項ですんでね。この条文の要件に即して検討できたかどうかというね。そこの出発点のところですね。提訴請求いう時点で条文としてはここに特定が行きますんでね。あとはまあその適法性ですね。それに関連する情報とかを踏まえてねえ考えていくということになります。はい。とりあえずまあ本件提訴請求、提訴請求ですので、もうここはね、代表訴訟におけるね、お話でして、監査役に対してっちゅうね、そんな話でしたね。 えー、関西区に対しての提訴請求。で、関西区への提訴請求がどうもおかしなものがあるんじゃないかというね、えー、そういう問題意識になっていきます。はい。ということで、まあ、というのにですね、パッと3862個いけたかどうかで、条文の出発点というかね、えー、その分析の速さもね、大きく変わったんじゃないかなというところではあります。さあ、えー、問題文、えー、確認していきますと、まあ、とりあえず、商法ですので、人間関係図ね、えー、組織図とかですね、そのあたりを書いていきたいと思いますが、えー、まず今回の会社に関するお話、後者。 ですねえー、これが非公開会社だ、大事な中から分かるところを見ていきます、えー、農産物からの、えー、通信販売を目的とする会社ですよ、で関西区もありますと、でえー、定款で譲渡制限があるんですが、発行済み株式数、A が2000、えー、B が400で、C が1000、D が1600とかなり株式数が割れてます。でえー、この中で、えー、代表が A 取締役が B と E でさらには監査役として F とこんな感じで書いてありますでその中で D が A と対立しで C が A 側についたということで、まあ、はみゴになったというねとりあえず A と D ですね、はい、元取締役 ではあるんですが、キーパーソンになるのは C ですね。えー、C が A 側につくことによって確かに5000分の3000ですね、えー。多数決を取れると。まあこれ C が D 側についてれば CD 側が多数決を取れたというね、えー。そういうところでありますが、まあこのキーパーソンである C ですね。えー、これがまあ A 側についたというね。えー、そこでまあ D ははみごになっちゃったという、まあちょっとね、えー、気の毒な状況になります。はい。で、その後2番、後、え、者、ーえー、倉庫の用地を探していた。で、C の保有する倉庫、これがどうも良さそうだということで、株主。 である C が保有する倉庫ですね、えー、これがどうも対象に上がってて、契約成立寸前までいったと、はい、売買ですね、S と書いておきますが、売買寸前までいったと、まあ、こういうのが上がっております。でところが、別の情報で、えー、不動産業者からの情報によって、そちらの方がより適しているというね、えー、そういうことで、えー、不動産業者 からの情報ですねこちらの方が「まあ、ふ丸負」と書いておきますけれども、えー、こちらの方が円滑に商品出荷することが可能というね、はい、倉庫においてはやっぱりね、えー、出入りが。 しやすい。出荷がしやすい。で、えまあもちろん入荷もしやすいというね、このあたりはすごく大事なところでありまして、はい、え円滑に出荷可能なのはこちら。で、こちらのシードの契約は見送りになりかかったんですが、3番。A が C の元に行き、買い取ることができない。としたら C が納得いかずと。で、D に相談すると。 まさにこれは A からすると恐れていた事態ですね。えー、C と D が結託すると確かに半数、ねえー、超えていきますのでちょっと待ったというね、えー、そういう感じですね、はい。この時点で気づきたいところです。D という株主が C と、ねえー、くっついては困る。ねえー、C、で株主権の行使で。 A 側にとってみたら不利なそういった決断がされるのを防ぐためでありますのでここでまず気づくべきは利益供与じゃないかという疑いですねこの時点で気づいてくださいでさらに4番取締役会では A からの報告を受けて買い取ることとしで準備された資料をもとに買い取り価格をけ検討して2億で売買することを ABE の賛成で決めたと。 はい。まあ、重要財産の購入ではありますので、取締役決議ね、えー、これをることには当然なってきますけれども、はい。えー、売買2億。はい。確定と。いうことになります。で、こちらの方が流れたというね、えー、そんな話になります。<laughs> で、え買い取り交渉、まあ、成立までしたったとね、そういうことになりまして、はい、え今回の売買ですね、えどうも株主権の行使に際してちょっと困ったというね、そういうことで、こちらの方を優遇したと。その結果、経営上はこっちのはずなのにね、いいですかね、経営上有利になるのは、不動産業者から持たれた、持たされた不動産の方であるにもかかわらず、あえてこっちを選択したというね、そういう意味で利益供与だけじゃなくて、この辺の事情も踏まえると、 どうも経営判断としての不合理さ 423? これもちょっと考えられるんじゃないかなというねそんな感じのこうね判断がこの問題から分かるところではありますはいで6万以下その頃後者の完全子会社であるオツ社ちょっと図の中に書きにくいのでこうの下に書いておきますねこうの下に完全にオツ社がいまして完全子会社なので100%ですね でその際に、オツ社の取締役に欠員、で、お社の大取り A、これを兼任する A ですね、後者の大取りであり、取締役 B、監査役 F ね、これが後者ですけれども、その際に、F がオツ社の取締役としていいんじゃないかと。 とということで親会社の監査役を兼ねている F が子会社の取締役ということでこれ、兼任禁止じゃないのというところに気づきたいですね。兼任禁止335。この条文です、えーと。取締役・監査役に関する地位の問題は。 役員の潜解人ということで、329から346あたりの条文にまとまってます。この辺、役員の潜解人に関わるね、その辺の条文、地位とかね、権限、地位とか、それから役員潜解人ですね。そのあたりは、条文としてはね、329から340あたりに固まってますんでね、この辺、監査役といわれるね、381条以下の権限の条文とはまた違いますんでね、条文検索で見せらないようにね、この辺もあらかじめちょっと文、条文としてはね、あらかじめインプットしておきたい条文の一つかなという いうところではあります。はい、兼、えー、任禁止のところですね。で、それがどうなのって感じですね。はい、えー、その後どうも見ていきますと。乙社において、取締役選任する手続きを取るとともに F。F 社、エに対して、乙社の取締役就任するよう要請した。で、エは。就任すると承諾しております。就任承諾した時点で、これ取締役になりますよね。 いいですかね、えー、これ取締役の選任に関してですけれども役員としての選任決議プラス就任承諾これで役員になりますいいですかね、えー、役員契約の成立のためにはね、えー、就任承諾がありましてこれによってもうすでに取締役になっていると思ってくださいカギ括弧コ取りと書いておきますそうすると 兼任禁止の条文ちょっと引っかかるなとかこの時点で335、えー、条文を確認していただいてもいいかなと思いますが、えー、335以降ですね監査、えー、役は子会社の取締役を兼ねることができないということでもこの時点でおいおいおい兼任禁止に触れている状態になります就任承諾ですねこの就任承諾した時点で監査役のこの地位ですねこれが まずいいんじゃないかなかと兼任できないわけですからもうこの時点で考え方によってはいろいろ出るかもしれませんけども、まあ、一方の取締役になったんだったら辞任と考えるべきじゃないのと。辞任と考えると監査役会設置会社で監査役がいなくなります。いなくなくるんで 次の公認ができるまでは権利義務取締役権利義務監査役として残存すると、まあ、いうふうに考えるのが自然かなとかいう形のお話がここの事実関係見る中でね見る中で気づくことができます。禁、ま、止、あ、というの2項で、 就任承諾した時点で取締役になった。なったということは335の2項の、えー、これけん、関西役を兼任できないから、辞任扱いにせないといけないんじゃないか。そうすると、辞任したということであれば、これは権利義務監査役というね、えー、そういう扱いになるんじゃないかとかね、えー、その辺がさっとね、えー、条文そ、条文検索でかね、えー、条文の、こう、当てはめでね、えー、気づけるといいかなというところにはなります。はい。で、7番、えー、引きつけたで、えー、本件土地より適した土地があったにもかかわらず、取引したことは、 えー、C が公社の株主のために特別に優遇したもので不適切であるということはまあここの主張の中にも、ねえー、利,益利益供与という、ねえー、そこがまあ一応、上がっておりますが、はい、D の主張ですね、な、はいえー、何らかの責任を負わないかを検,定ほし検討してほしいということで、A、B、EC ですね、合わせて A だと言っております。 で、弁護士のアドバイスを受けた D は A に対して、A に対して責任追及の訴えを提起する。ということで、847ですね。これを検討することとし、F に対し提訴請求をした。で、60日以内に提訴しなかったことから D は訴えを提起した。というね、そういう話になっております。はい。ということで、やっぱりまあ提訴請求ね、監査役に対して、というね、監査役対 F。 今言ったところで、辞任した監査役であるならば、確かにここの対監査役というね、そこの提訴請求の要件ですね、これ、満たしてないんじゃないかというね、この話は出てきますけれども、まあ、なんとなく結論見えてます。仮に辞任してたとしても、権利義務監査役というところで説明がつくんでね、なので、まあ、ここは提訴請求自体は OK というふうにするんじゃないかなというね、そういう結論になっていくかなとは思います。 はいといととうことでもうね、ここ、問題文見て、素直にあとは条文にのっとって考えるというね、そこができていけば、まあ、自然と、ね、あとはもう問題、文言に検討、文言に当てはめて、結論を、ね、出していければいいかなというところにはなっていきます。はいということで、D の ABCE ですね、まあ、C が入ってますんで、えー、まずは C も含めたお話でいくと。 例、はい、の A、B、E に対する請求としては、120条4項、D、C に対しては、120条3項かなと、まあ、ここのね、要件検討をしていくと、はい、いうことになるのかなと思います。はい、ということで、まずは利益供与にあたるというね、120条の1項の条文の確認ですね、120条1項、ンピッ人に対しても株主の権利行使に関し、利益の供与してはならないというね、 当てはめしていきましょう。えー、今回、権利行使に関しということで、えー、今回のね、えー、利益供与、C への利益供与なんですけれども、えー、これは CD、これによる、まあ、一応、共同ですよね、えー、これを恐れたというね、えー、そういう話でありますね。えー、C と D の協調を恐れた、問題文に書いてますね。つまり、この CD の株主権。 多数決でいくと2600になるわけでねその多数決の権利行使これを回避するためですねなので、まあ、権利行使要件は満たすというねそういうことになるのかなと思います、はい、続いて利益証要件でありますけれども会社からすると 2億で購入したものが利益供与に当たるかどうかと、ここですね。で、今回の問題としては、適正額なんですね。適正額で財産上の利益の供与と言っていいかどうかね、確かにちょっと引っかかるなというところですね。いいですかね。 適正額で渡したってこととはは C には何の利益もないというね不動産だったものが2億円に変わっただけで特に利益与えてないんじゃないかというねそういった見方ができなくはないところで、まあ、ここは悩みを見せていただくっちゅうねそれが望ましいところではあるのかなとは思いますはい財産上の利益の供与のところですね確かに適正額でプラマイゼロかもしれませんけれども本来なら 契約に至らなかかったはずででね。ね。いいですか、ねえー、本来ならば今回のところは利益徴用、えー、契約には至らなかったはず、ねえー、本来ならば与えられなかった利益であるならばこれは広く財産上の利益に当たると。 と、はい、ということで、まあ、当てはめの中で使うべき事情ということはこの2つなんでしょうね。確かに、えー、適正額、けども本来ならば契約に至らなかった。で、可能であれば、この財産上の利益というものについての自説といいますか、定義をね、頑張って示してみると。これができたらかっこいいですね。えー、財産上の利益というものは、これは、えー、本来であれば、 実現することなかった利益も広く含むとかね、えー、人の欲望等を満たすような一切の利益を言うとかですね、えー、そういうふうにまあね、えーまあ、人の欲望を満たす財産上の利益かな、えー、それを広く、えー、が含むべきであると。まあ、利益共有の趣旨ね、えー、ここは株主に利益を与えることで会社の支配を歪がめるというね、えー、そこを避けるためなので、広く、えー、財産上の利益は考えるべきであると。ということで、これ、自分なりに定義が欠けたらいいですね、えー、本来ななららば与えられかかった利益とかですね。 まあちょっとここは現場思考なんで可能ならば書いとくとで無理だなと思ったら自分なりの定義は示さずに当てはめで両方向の事情を当てはめするとそれでいいと思いますえ本来ならば契約に至らなかった その点からして財産上の利益と言うべきである。というね、えー。そういうふうにもう当てはめの中でね、えー、なんかこう工夫するという扱いでもね、えー、僕はいいかなと。一応の水準はそこは超えてくると思いますんで、まあ、そこからさらにプラスプラスというのを考えてくると、財産上の利益の定義を自分なりに示して当てはめるというね。これができていればもちろんね、プラスアルファはどんどん、ね、上がっていくのかなと感じはします。はい。 もちろん適正学のね、えー、ところも、えー、もちろん悩みとしては出したいところですね。えー、確かにしかしというね、えー、そういう感じで示しておいてください。はい。で、ここで終わりじゃないです。えー、ABE ですね。ABE120 条の4項なんですけれども、えー、関与した取締役で法務省令で定めるものと書いてありますので、えー、法務省令で定めるもの、はい。施工規則まで行ってください。えー、施工規則で行きますと、20。 かな 21, 失礼えー、21条の1号が今回、大取りの A でいいと思います。で、えー、賛成した取締役ということで、2号の e「E これが「be」と、これでいいかな、えー、21条の規則ですね、えー、そこもちょっと指摘、まあ、すべきでしょうね。 施工規則は言われなくても自分で引くということで、えー、施工規則の21条の1号、2号、このあたりに当たるというね、えー、その説明ぐらいはしときたいところですね。関与した取締役でわざわざね、法務省で定めるものと書いてますんで、まあ、そこまで一応指摘しておいた方がいいかなと。で、あとは、えー、注意を怠らなかったことの証明ということでね、えー、ここの不可抗力の証明、無過失証明ですね、本件であるかというと、まあちょっとここ、無過失とまでは言えないね、えー、事情が、まあここでしょうね。 今回のところ、本来であれば、ね、より有利な、ね、不動産が見つかっているにもかかわらず、あえて、ね、えー、出荷により不利になる C の契約、ね、C の土地を契約したということで、えー、これは、ねえー、会社の損害回避するのに十分な注意を尽くしたとね、えー、そういうふうには評価はしづらいと。むしろ A らの保身のために C の 土地を買うに至ったというところからしてね、注意を尽くしたとは到底評価できないというふうに言っていただいてもいいのかなとは思います。はい。ということで、プラスアルファで、正し書きですね。正し書き。これの事情がないということも入れといてください。正し書きなしというね、書いておきますけれども、これ124条の4項ね、この正し書きの 不可抗力の証明ですかね、えー。この辺もないと、正しがきなし。まあ、やっぱり要件網羅するというね、えー、そこのところでのね、えー、意識づけかなと思います。えー、要件網羅してないとね、えー、これはやっぱりこうね、点を失ってしまうというね、えー、そういう要素になりますんで。まあ 私のクラスの、ね、方はまあ結構、ね、入門の時からしつこく要件網羅せろ、要件網羅しろって、ね、言われてるんで、まあ、できたんじゃないかなという気はしておりますけれどもね、はいえー、とりあえずまあ要件の網羅という、ね、そこの意識のところで、ね、かなり後ろの方は差がついてしまうと思います。ねえー、この規則に言及するから正しがきへの言及ですね、えー、少なくともこの辺りはできたはずということになるかなと思います。C120 条3項。 新しい要件ないですね。120条の参考で、えー、違反して財産履歴の供与をした。で、供与を受けたものに当たりますんでね。えー、なので、まあこ、こ,これを変換しなければならないと。まあ、財産の変換ですね。えー、財産との変換というね。えー、そこもまあもちろんね、可能性としては出てくるところになります。はい。ということで、まあ一応、120条3項で C、ね、責任がありと。で、プラス、まあ余力があれば423というね、そんな形になるかな。えー、とりわけ ABE について。 まあ考えるのは今回、経営判断に反すると。なので、全管注意義務違反。まあ、これが言えるかなと思います。経営判断に反する。経営判断からすると、より有利な不動産業者が手配した土地、これを購入すべき誰るにもかかわらず、それを購入しなかったというのは、全管注意義務に違反する。 まあそんなふうにね言うことができるかなまあ著しく不合理な判断として全館注意義務に違反するとでこの場合の損害が確かにちょっと考えどころでありますここの損害なんでしょうね経営判断に反したことでねちょっとこの不動産業者から紹介された土地の値段とかその辺がはっきりはしてませんのでもしその土地の差額があればその差額 これが損害になるでしょうあと損害として被るものとして考えるのが倉庫としての円滑な出荷これが可能になるはずだったのに円滑な出荷できなくなったのでより費用が増加したというふうに言うことができるので、まあ、その分の増加費用ですね、えー、今回差額に関してはちょっと不動産の取引額を 損害という意味のは、ちょっとこれ、しんどいかなと、いう個人的には思ってます。今回の損害については、あるとしたら、差額ですね、購入価格の差額、これと、あと、出荷、ね、増加費用かな、ちょっと損害のところで、緻密さをもって検討できたら、さらにプラスかなという気はしております。 任務形態によって生じた損害ね任務形態 全館注意義務に違反することによって生じた損害ということでいくと、まあ、不動産取引価格の差額それからまあ円滑に、ね、出荷できていれば避けられたはずの増加費用ですねそのあたりがまあ、ね、損害額として一応カウントできるかなという、ね、そんな感じであります、はい、ちょっとここは直ちに3 2億そのもの損害と言っていいかどうかは、ね、ちょっと個人的にはちょっと疑問クエスチョンマーク、ね、これがつくところではあります はい。これが一応問いの位置。えー、問いの位置の423条論は、ちょっと時間との兼ね合いでいくと、まあ、もしかするとね、えー、時間がないのでパスするというね、その可能性はあるかなという感じはしますけれども、えー、一応可能であれば、まあ、短くでもいいのでね、えー、書いときたいところかなという感じではありますね。はい。えー、提訴請求の方行きましょうか。定、えー、提訴請求、えー、F に対する提訴請求が違法であるというね、えー、そういう説明ではありますけれども、はい。えー、提訴請求のところでいくと、まず、提訴請求ですね。 3 8 6の2項1号ここから出発してください。調、え、査、ー、請求は監査役に対してしなきゃいけないというね、この条文の指摘で、えー、ちょっとミスった方は、会社法の条文の勉強不足というね、えー、そう言わざる得えないところでしょう。はいえー、3 8 6の2項1号で監査役に対して提訴請求するというところでありまして、F、オツの取締役に就任承諾していると。 これは兼任禁止の規定に触れることになるとで兼任禁止に触れた場合の効果ですね、えー、ここはまあはっきりとは書いてませんけれども兼任できない以上は一方に就任したらもう一方は就任できないはずなので公の監査役辞任と見るべきと けれども辞任したとなると監査役設置会社においてはやっぱり1人はいるわけで監査役の欠員が生じたということになるので権利義務監査役になるとしたがって次の監査役決まるまでは権利義務監査役と。 いうことなので提訴請求は適法という扱いでいいかなと、はいまあ、後半の方は条文の指摘でなんとかなるかなというね。 はい。ということで、ま、欠員と権利義務監査役と権任禁止とね、えー、この辺りの話ですが、まあ、とにかく条文から出発してというね、えー、そこになります。提訴請求ですね。3862項の1号。えー、これで監査役に対してしなきゃいけないところをね、えー、就任承諾したということで、権任禁止。えー、その点からね、辞任としては使うべきではあると。でも辞任したとしても、これは権利義務監査役に当たるので、えー、それに対する提訴請求というのは、ま、当面適法であるというね、えー、そういう扱いになってくると思います。はい。ということで、ま、後半は条文、 パパパッとね、当てはめしていくというね、えー、そこで、まあ、ある程度型がつくかなというね、えー、そんなところではあります。はい。えー、回答例のところをちょろっとお、えー、話をしていきたいと思いますが、はい。えー、今回の回答例ですね、えー、っと、まあ、問題の、えー、次の、まあ、えりめでいくと4ページから5ページにかけてではありますけれども、まあ、項目としてはね、えー、この、まあ、項目拾っていただいている、ね、内容で十分かなと思いますけれども、えー、ちょっとまあ、後半の方ですね、120条の違反の関係でいきますと、えー、規則に言及するね、これ、加点自由としてちょっと拾っておきたいね、 え、ところでありますね。え、120条の、え、違反のところですね。え、規則に対する言及ですね。回答例4ページね、見ていただきますと。まあ、ここね、え、施工規則に対する言及ですね。これはもう、要件網羅するという意味ではね、やっぱりこう、施工規則に、え、プラス1点2点ぐらいのね、え、貪欲な点の獲得を目指して取れていくべきかなと。で、プラス、あとは、正し書きですかね。124条の、え、120条4項ですね。え、4項の正し書きのところのね、え、注意を尽くしたかどうかと。そこの当てはめぐらいをね、ちょっと入れておきたいところかなと。 いう感じはします。はい、あとはまあ全館地域民派のところをかけてはいます。けれども、もまあ、損害としては僕はまあ差額。 ね、この不動産の支出額そのもの差額でいいかなというのは、ちょっとね、疑問ではありまして、まあ実際にその購入額の差額があれば、その差額と、あとはまあ増加費用のかかってしまっている分とかね、そのあたりがまあ損害としてありうるところかなということで、まあ、ちょっとそこはね、えー、若干異論はありますけども、項目としてはね、ここ拾えてるかなと思いますんで、まあ、参考にしてもらえたらいいだろうというふうに思っております。と、はいうの2のところは、まあ特に追加することないかな、追加するところはないかなと思います。 はい。ということで、まあ、商法については以上でありますが、まあ、あの、条文から出発して文言に即して考えるともうそこにつきますんでね。あとはその条文にいかに早くたどり着くかということで、えー、この普段から条文ですね、あの、面倒くさがらずに引いといてくださいね。えー、とりわけ、その、えー、監査役取締役に関してはですね、あの、地位、 旋回、えー、人に関するお話と、それから権限に関する条文とが分かれてますんでね、なので旋回人、地ですね、それに関する条文というのは、えー、結構前の方にあるよというところを知っとかないとね、えー、なかなか苦労するところかなというふうには思います。まあ、この辺の条文の慣れですね、えー、ここも、えー、すごく鍵に、ねえー、なったような問題なのかなというふうには思います。 はい。続けて民訴ですね。え、民訴はまあなかなかこれまたいい問題で、分かったつもりになっている人が一番危険というね、そんな問題だったかなというのがこの問題です。はい。え、民訴法に関してですね、え、問題、え、サクッと言ったいと思いますが、もう事例と問いの位置ね、え、問いの置の方が長いんで、もう上から事例行った方がいいでしょう。から、問いのにもね、え、まあ問いのには先にまあチラッと見てもいいかな。え、問いのにはチラッと見ると、え、別荘の適法数について重複禁止の趣旨、え、重複禁、え、基礎の禁止、その趣旨踏まえて検討し なさいなので問いの2のあはこれ142条の問題というふうにすぐねえ気づくことができますね。でさらに、いの方法前祖の規範力の誤素に対する作用について検討しなさいということで規範力の作用と書いてありますでここの規範力の作用のところが実は大きくまあ分かった気になっている人とちゃんと分かっている人とで大きな差が生まれてきます前祖規範力が誤素に作用するための要件なんですか と言ってすすぐに答えれるかかどうかです規範力は主文に包含するものに生じる規範力に生じるえじゃあ訴しょう物に生じるというねえそういったところはパッと出る人が多いかもしれませんけれども誤素への作用の要件はまああえて書きますけれども全素訟物が誤素粗し物 まあこれ酵素と、ね、読むのが正確なようではありますが酵素と読むと、ねえー、その上素である酵素と、ねえー、こんがらがってきますので私は誤素とあえて読んでますが全素素小物が誤素小物との関係で同一矛盾先決関係のときに。 誤に作用とこれです。分かった木になってて当てはめができないまあ一番大きい民粗法上の概念というのはこれだろうというふうに思っておりますが全訴蘇生物が誤層訴訟物との関係で同一矛盾煎決の時に誤粗に作用するこれを114条1項の「 作用要件であるよというふうにね私の入門講座ではまあ説明しているところで、ね、私の入門受けている方は、まあ、そういうちょっと穴中に、ね、なると思いますけれども、はい、これをちゃんと当てはめできるかです。それを聞いています。いいわね 訴訟物の判断に生じる生じるかどうかは聞かれてるんじゃないです、ね。全素の素規範力が誤差に作用するためには訴訟物同士これ、訴訟物が訴訟物が、ね、訴訟物同士を比較して同一矛盾栓決ね。全素の方が栓決ねえ。それに当たる場合じゃないといけませんのでなので全素訟物がを主語にして、ね、書くのがまあ正確かなと思いますが全素訟物が誤差との関係で同一矛盾栓決でここ、訴訟物同士の比較ね。 決して前訴の判断内容と後訴の訴訟物を比較したりとかね、そういうちぐはぐなことを絶対しないようにね、しておいてもらえるといいかなと思います。はい。まあ、これが分かってるかどうかで、この問いの二の意ですね、これの出来がもう大きくね、左右されるかなというところではあります。はい。またこの当てはめは後ほどということでありますが、これも規範力の作用要件、1141個の作用要件ということでね、もうインプットしとかないとしゃあない話でね、これは当てはめできないようではね、ちょっとこれはし苦しい。ね、民祖では非常に苦しいかなというふうに思います。 はい、ちなみに114条2項総裁の神戸の規範力これも反対債権に生じるという発生については多くの方が言えるんですが前祖の114条2項の規範力が誤訴に作用するための要件はどうなるでしょうというとこの前訴の反対債権がに変わります。前の反対債権が 誤差訴訟物との関係で同一矛盾専決の時に11条2項の規範力が誤差に作用するというふうに言われますんでね、えー、ここも、えー、まあ 平成27年の司法試験の問題ではね、そのあたり聞かれてますんで、まあ、全訴訟物と後訴訟物の権利同士の客観的な比較というね、そこのところが、まあ、間違えずに当てはめできたかどうかでね、大きく差が、えー、作るところじゃないかなと。さあ、そんなところで、問いの1と問いの2ですね、問いの1が30点ありますんで、まあ、問いの1をしっかり取ってね、そういうことでやっていきましょう。はい。えー、とりあえず上から事例ですね、えー、まだ説問問いの1把握してませんのでね、えー、ささっといきたいと思います。はい。えー X えー、自動車愛好家で 創設されたクラブであり、継続的な活動を行っているで、合計30名いますけれども、その財産として不動産、動産、預金有しているで、X の規約によれば3分の2ですね。3分の2で不動産等の処分、これが可能だと。で、代表は A と。はい、ということで、ここまでのところで創設されたクラブ。ん 構成員んという、ねえー、この辺引っっかかってください権利能力なく遮断。こうなりますね。法人格のこと、あえて書いてません。で、その後第二段落、公土地は従前公、公成員である C の名義で登記されていたと。はい、公土地というのがありまして、これが C 名義で登記。最も公土地、X の公成に利用してきたことから、A は X の財産と認識していた。ところが、登記を確認すると、 C から Y に登記が移転していると。で、Y は構成員じゃない。で、事情を聞くと、C はこの土地は X の財産じゃない。自分の財産だ。で、売り渡したんだ。なんてことを言っていると。で、A は Y に対して財産である。というふうなことを言ったんだけれども、X の Y は争ったと。はい。いうことで、まあ、この X と Y との間の土地の所有権めぐる争いということになっています。で、問いの1。 はい。A は Y との間で裁判によって X の財産であることを確定したい。で、Y に対して訴え提起することについては C のほか、C と関係の近い、ね、えー、相当の構成員、えー、これが反対することに予定されているというね、えー、そういう状態になります。はい。ということで、C プラス、近い人たちですね。えー、これが争っているということになるんだろう。これを前提に、はい。会話が入ってきます。 L1、X は権利能力なく遮断だ。で、厚生院税に相当的に帰属することを前提として、相有権確認の訴えが考えられますが、その際、原告誰がなることが考えられるでしょうか。ということで、相有権確認、はい。原告誰がなる中途1、X が原告になる。で A が代表とで訴え提起する方法が考えられます続いて2帰属主体である X の構成員だがという方法もありますとでそれぞれの訴えの適法性について12の方法ごとに考えてみましょうで本件では構成員の中に反対する人が「 いるようですが、そのことは訴えの適応性に影響を与えるかというね、反対する人のことを踏まえてね、考えてくださいという、そういう問題になっています。 はい。ということで、まあね、え、少子化の問題を解いたことのある方であれば、これ、平成28年の少子化の問題にかなり近いというね、え、ところにはなってくるんですけれども、まあ、予備試験だけ問題で、え、検討している方にとってみると、ちょっと初めて見るような、かなりね、難解な問題ということになるのかなとは思います。はい。で、今回聞かれてるのは、まずは、原告誰がなるかっう、原告的確に関するお話ですよね。で、原告的確が誰になるべきかというところについては、まず最高裁のね、え、その、当事者的確の一般的な基準ですよね。え、これをまずは紹介する とといいいううころが望まましいのかなというふうに思われます、まあ、当事者的確に関する、ね、最高裁判例ではありますけれども、えー、ここの、ね、内容というものにつきましてはまあ参考答案とか、ね、見ていただいて結構ですけどもね、えー、これ、訴訟物が何かここに着目します。特定の訴訟物について、まあ、当該訴訟物ですね誰が当事者として追行して法案判決を受けるのが 紛争解決のために必要かつ有意義であるかというね、えー、その視点になります。ねえー、一応、原告的確、当事者的確の定義としてね、えー、誰が当事者として訴訟を追行し、からまた誰に対して法案判決するのかというね、えー、その、えー、訴訟追行と法案判決、ね、その2点は必ず入れますけれども、紛争解決のために必要かつ有意義。これがまずね、 判例の基準ですので、これを踏まえた論述ということが、まずは出発点なるのかなと思います。はい、訴訟物について、必要かつ有意義と言えるかどうかね、誰が当事者となって訴訟を遂行して、法案判決を受けるのが、紛争解決のために必要かつ有意義と言えるのかどうかと、はい、で今回のところ、訴訟物はそうい有う権確認です。 でここはまず形式的なところからいきましょうか、相友権という訴訟物ですけれども、まず実体法上は、構成員にですよね、相友的に帰属と、これが相友のところの、まずは重要なポイントですね。 実体法上を構成員に相有的に帰属ですけどもまず問いの1、X、が原告になれるかでいくと実質的にはこれ遮断に帰属でしたね相有財産というのはね実質的には遮断に帰属という点からすると この訴訟物について X を当事者とすることは必要であり。で、なおかつですね、X、団体に訴訟物、 団体にに規範力を及ぼすことによって構成員全員に、ねえー、判決項がまあ一応拡張できるという意味でも有意義であるというふうに言えるのかなということで、えー、と実質的には遮断に帰属という、ねえー、そこからして必要かつ有意義という、ねえー、そこの当てはめができたらまずは OK かなとただしこれは X が原告となる場合とそこの部分の答えに過ぎませんで問題はここですここまで気づけたら良好は狙えるでしょう A. を代表とすることが認められるかどうかです。これ法人の代表者です。法人の代表者、誰にするか。と、これはやっぱり。はい。まあ、この A. と判例、参考にした判例と同じ、ね、日付の判例ではありますけれども。構成員からの受験によると。 でここで考えれるところが構成員30人のうちの反対する人が結構多いと。で規約で処分するには3分の2がいる負けたら処分したことになると。この辺総合的に考えると3分の1以上反対だとこれは受験としては不十分と。 いうふうふに考えれるる余地があるんですね3分以上反対してるとなるとこの適法な代表権がちょっと見当たらないと。でこの代表じゃない人による提訴ってどうなるんですかといと代表じゃない人の提訴は不適法になります。 適切な代表者、無権、えー、ちゃんと適切な代表がないね、えー、代表権ない人による提訴は、これは無権代理人による提訴になりまして、ね、えー、その提訴は不適法却下ということになってしまいます。なので はい、えー。適法性に関する検討としては合わせまして、えー、X が原告となること自体は特に問題ない。けれども、A が代表になることについては、構成員からの受験がいる。で、規約上3分の2による、ね、以上の賛成がいるところ、えー、これ負けたら処分と同じなんでね、負けたら処分に同じということから考えると、やはり3分の2以上での受験ということが望ましいと。そうすると、3分の1以上の反対、えー、これがあった時には適法な代表ではないという意味で、えー、この訴えは不適法となる可能性があると。まあ というふうにね説明することができるかなとは思います。はい、構成員らこれを全員とする場合、はい、これはまずは固有主語的共同訴訟だよと。固有主語的共同訴訟ですから、全員原告となるのが原則と。 一応固有要的共同訴訟の区別基準ですね、えー、そこを踏まえて本件ではそういう件確認、ねえー、全員に実態法上管理処分権がそういう的に帰属していますんで従って固有性的共同訴訟である全員原告になるのが原則であるとで反対する人がいたらということで、まあ、ここは有名な話ですね、えー、反対する人これも被告側に回すっちゅうねまあ 反対する人が多少いたとしても訴え提起を可能にするる必要があるというところと、それからですね、えー、全員の利害関係、全員が手続き保障を、ね、与えられればいいという観点からすると、被告側に回せば足りるというふうに考えれるんですが、これも被告側に回せっていうこと、これ、反対が半分以上とかね、それでいいかどうかですね、反対する人、被告側にというものの規約の3分の2、これ踏まえると、 原告例えば8人、被告22人と、これでいいかどうかです。これで負けたときに、3分の2以上の賛成による処分というふうに同時できるかどうかね、それちょっと3分の2を超えない原告になると、やはり負けた時の正当化がしづらいというところですね。なので、これはちょっと3分の2を超えてないと、やはりこれも同じように不適法とするべきであるというふうになるのかなとは思います。 はいまあ、そこまでいけたら、まあえー、十分、ねえー、現場の、えー、今回の問題に即した、ねえー、検討できたということで、まあ、良好はいけるんじゃないかなと思いますけれども、はいえー、少なくとも、ね、一応の水準ラインとしては、もちろん、えー、この固有数的共同訴訟、これを踏まえて被告側に回すというね、ここまでが一応の水準としては絶対マストです。えー、問いのうちでいくと、この X 2 実質的に帰属しているから X 原告となるのがまあ正しいというね、そこまでかけているのは最低ラインと思ってください。で、プラスアルファ A が代表となることの問題点、それから規約で3分の2になっているよというところね、これらを踏まえて適法かどうかを総合的に結論、出せることによって、良好以上ですね、一応の水準どころかね、良好以上のね、ラインに入っていけるのかなというふうに思います。 はいといととうことで、まあ、なかなかの難問ではありますけれども、基本概念ですね、えー、原告的確、当事者的確に関する判例を正しく理解していたかというね、えー、訴訟物、えー、これに関して、紛争解決のために必要かする有意義というね、えー、そこにちゃんと当てはめが、実態法との兼ね合いで説明できたかどうかです。 訴訟物についてですからこれは訴訟物実体法上の権利ですんでね実体法上の権利から具体的に考えてちゃんと当てはめができたか。ということで、まあ、民訴の概念正しく 当てはめできるかどうかっていうのはこれ言い換えると実体法と民訴法をちゃんと有機的に結合できているかどうかともここに繋がります。えー、ここができていればおそらくですけどね、えー、そんなに困らない答案が出来上がるでしょうし、そこがまあちぐはぐというかよく分かってない,というね、えー、そうなってくるとかなりね、えー、苦労するんじゃないかなというふうに思います。はいということでま皆さん今後ですねあの民訴法の概念考えるとき大体が訴訟物絡みの概念ですのでね訴訟物ときたら 実体法上の権利との整合性ですね。実体法上の権利との兼ね合いですね。これとの論理的なつながりをね、必ず意識して考えていくというふうにしていってください。まあそういう意味で民相単体ではどうしようもないんでね、民法との連動ですよね。そこをちゃんと意識しながらね、勉強するようにしておいてください。はい。さあ、問いの2関係いきましょうか。はい。問いの関係ですけれども。 はい。えー、事例のところで、えー、その後、適法に訴え提起した後のお話ですね。えー、これを、えー、考えていきます。はい。えー、Y は当初、X の所有権ね。じゃあ、ここ、まずちょっと書かなかな。X が Y に対して、そういう権確認ですね。はい。これが前訴になります。で、Y の方は、今度は、X に対しての明け渡し請求を求めたい。 とということで同じ土地についての所有権に基づく明け渡し請求ですね、これを別層でする場合と、それから誤でする場合と、これを考えてくださいと。はい、半袖じゃなく別層で で問いとしてはこれが重複訴訟に該当するかと。で、誤訴の方はというと、規範力。これに抵触するかどうかと。まあ、抵触するか、規範力が誤訴に作用するかですね、作用するかというね、そういう問題です。 はい。ということで、えー、まずは142条のとこから行きましょうか。えー、重複訴訟禁止の趣旨ということで、まあ、ここは皆さんお手の物なはずでしてね、えー、二重基礎の禁止の趣旨ということで、まあ、二重基礎認めると、えー 判決法の矛盾停職が生じるであるとか、ね、訴訟経済に反するであるとか、被告の王相の判断、うんたらかんたらというところ、書いていけると思いますが、そこからまず出てくる二重基礎禁止の要件ですね。これらの趣旨、ね、これが妥当するのは、まず同一の審判対象、かつ同一当事者、ね、まあ、ここのところの要件ですけれども、審判対象の同一性。 訴訟物に限定しないでください。審判対象の同一性というね、そんな言い方をします。それと、当事者の同一性と。この2点から判断するよと。最低限、ここは、ね、訴訟物にしない方がいいと思います。審判対象の同一性と。完全に訴訟物別個であったとしてもね、ここは判決の矛盾抵触の防止というね、そこが趣旨になりますね。 はい、なのでまあここは審判としての同一性というふうに、まあ、規範力ね、えー、そことまあ兼ね合いで論じていくことになりますが、はい、ここの趣旨の一つですね実はここに本文の隠れた「よく考えろよ」というところが入ってます「判決項の矛盾定職」とありますがこの判決項というのは何を念頭に置いてますかっいうとこれは規範力ですよね いいですかね、規範力の矛盾定職関係が生じるかどうかというのがこの142条の趣旨の一つです。判決の矛盾定職とでザクッと押さえるじゃなくてここは判決項を引いては規範力の矛盾定職が生じるかどうかとそこを考えます。はい、そうすると、ねえー、この審判たちの同一性っていうのは規範力の矛盾定職が生じ得る関係性これがあれば満たされるというね、えー、そういうことになっていきます。 さあそこで本件のまず前訴総有権確認に関する訴訟物何かっていうところは相権です、まあ、ここは正確にいくと X の相権まあもうより厳格にいくと X の総有権確認請求権とか言っ,たり言ったりすることもありますけどもまあざくっと X の総有権が訴訟物であると思ってください。他方で別訴の訴訟物はというと所有権に基づく明け渡し請求権ですね。 でこれも Y のです、ね、所有権に基づく正確と変換請求権としての明け渡し請求権というふうに書くのが、ね、より正確でありますがさあこれ同士が審判対策と同一かどうかです同じ土地です同じ土地について X の所有権を認めて かつ Y の所有権も除く明けた請求権を同時に認めることは不可能ですね。これは実体法上の一物一権主義の観点からこれは両立しないと考えてください。はい、ここのところですが、実体法上の一物一権主義、そこからすると、両立できません。 別の言い方ししましょうかこの土地について、X の所有権を認めつつ、Y の所有権に基づく明けた請求権を別途で任用するなんてことになると、これ、規範力同士が勝ち合いますよね。いいですかね。X の所有権、同一土地について X の所有権、同一土地について Y の所有権も基づく明けた請求権、これを両立させるというのは、これは実態法上、非両立ですね。えー、従いまして、これは審判対象同一であるというふうに見るべきでしょう。 はい、当事者の同一性 X は入れ替わってるだけなのでこれは満たされるというねえそういうことになるかなと思いますはいということでまあ前半別約四4 2条に反してこれはやっぱり却下すべきと,ということにしていくかなと思いますさあ規範力ここで正しく当てはめてきたかどうかです、はい、前素の規範力が誤層に作用するためには 戻りますが先ほど番書したここですね、えー、前相訴訟物が誤訴訟物との関係で同一矛盾先決と言えるときに誤訴に採用しますで、ここにちゃんと権利同士入れていってください本件では前訴訟物は X の相有権誤訴は 所有権を基づく明け渡し請求権になりましてね同一っていうのはちょっと無理ですそれから先決も厳しいですね先決の典型は X の相有権確認が前訴で後訴が X の所有権を基づく明け渡し請求ねこれであれば先決関係というふうに言えますけれども今回先決もちょっと難しいです前訴訴訟物が後訴の先決関係とはなってないですね Y の所有権を基づく明けた請求の先決になるのはあくまで Y の所有権でありまして X の所有権というのはこれはちょっと先決には当たらないけどもこれには当たると思います。両立しません権利同士比較してね実体法上の一部実験主義の観点からするとこれを両方両立させるということは不可能です。従いまして両者の訴訟物は矛盾関係に立つので前訴の訴訟物の えー、判断が誤素に作用する。すなわち、前素の相有権なしという判断が誤素を拘束するというふうに考えていきます。いいでしょうか ここ、規範力の作用のところですね。理由中の判断に生じないんじゃないのとか、そんなところでも止まってる人はもうね、えー、これはもう次元としてはちょっとどうしようもないレベルになってしまいますが、えー、そうじゃない、ねここさ。規範力作用するかどうかのところは、訴訟物同士を比較する。もうここが出発点です。で、それで、前祖、後祖、訴訟物同士見て、同一か矛盾か、先決かと。そこのところで判断しないとね、えー、これは、えー、規範力の作用要件の説明としては不十分。 発生するかどうか聞かれてるんじゃないんでね、前祖の規範力が誤差に作用するかというのが聞かれてるんで、その発生か否かの問題と混同しないようにね、そこはちょっとね、注意をしなきゃいけないところかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、規範力作用するか、結論でいくと、これも作用するでいいと思います、ね。規範力作用します。その結果、具体的な規範力の作用としては、誤差。これは、X の相有権なし。これを 前提に判断とこうなります、えー、相友権の総の字がちょっと崩れてますね、えー、相友権丸相と書いておきますが、えー、誤素は x の相友権なしを前提に判断するということになるのかなと思います <laughs> はい。ということで、まあね、えー、これ結局、まあ、訴訟物同士を比較して、一部推薦主義とか、その辺絡めながらね、実態法上の非量率、いうのを、まあ、説明していかないといかんかな、というね、えー、そういうことになります。はい。えー、ちょっとまあ、メミンソの方はですね、私の参考答案を作らさせてもらいましたんでね、参考答案、まあ、一応私の作ったものと、フェラレックの作ったものとね、二、えー、つ並んでおりますんで、まあ、よかったら参考に、ね、しておいてください。まあ、一応私はもう問題提起をしないということで、徹底してね、答案を作っておりますので、まあ、その辺、問題提起しない答案ってどんなのと、まあ、こんな感じというね、そういうことで、 参考にしていただければ嬉しいなというふうに思いますはいということでまあこの妊娠の問題ですね本当に気泡をちゃんと理解しているかにねかかってきますんでね、えー、まず、えー、規範力の 前疎が、前疎の規範力がごとに作用するかどうかというね、そこの作用要件のところ、訴訟物同士を比較して同一矛盾煎決というね、ここで、まあ前疎の判断内容との対比とかね、そういうわけのわからんことしないようにね、これはもう訟物同士の比較というね、大前提になってくる、まあ重要な概念のね、正しい理解、これができるようにと。で、プラスやっぱりね、実体法との絡みというのはすごく大事になりますんでね、実体法の理解をちゃんと民訴のね、その、具体的な民訴の概念上にね、ちゃんと反映できるというところをね、 からら意識ししてて勉強してもらえたはい、ということで、まあ、えぇ、ー、一応、後半の方の一応の水準ってどこをょうと、まあ、もちろんね、え一応の水準って言ったら、まあ、後半で行くと、142条の規範、それなりに立てて当てはめ。から、規範力の作用要件、同一矛盾、先決ですね。これを立てて、まず当てはめと。まあ、最低限がそのあたりでしょうね。で、そこにちゃんと実態法上に一部実験主義とかね、それを踏まえて、ちゃんと論理的にかけていれば、まあ、ここは良好以上にね、入ってくるような、そんな感じの、まあ、問になるのかなと思ってください。はい。 ということで、一応の水準と、それから良好関係の大体のラインね、大体予測しておきましたが、まあ、多くの受験生、多分一応の水準止まりだろうというね、思っておりますが、まあ、そこはね、ちゃんと勉強すれば、ちゃんと取れるところなんでね、ちゃんと実態法上と、実態法上の概念とのね、整合性とか、まあ、その辺もね、含めてね、普段から意識して勉強してみてください。はい、ということで、今回のね、商法、民主法の分析会ですね、千代田区に予定した話は以上になります。え最後までご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。これで終わります。どうもお疲れ様です。